はい、公立函館未来大学の周知1年の森田と申します。今回、オプティマイジングインターノードコミュニケーションインロス2というタイトルで発表させていただきます。まあ、大変緊張しているのでお手柔らかにお願いいたします。はい、今回、まあ、流れとしては簡単にロスの紹介をさせていただいた後、自身の研究として、まあ、ドローンを対象にロス2の最適化というものを行っているので、それについてお話をさせていただきたいと思います。背景として、まあ、現在例えばドローンですとか自動運転車とかヒューマノイドロボットといったようにその組み込みシステムというのの多様化や複雑化が進んでいて、それらを制御するソフトウェアの需要も向上しています。でその、制御ソフトウェアを実装するためのミドルウェア、そしてロスというものが広く利用されています。このロスを正式名称がオートオペレーティングシステムと呼ばれるものなんですが、こちらもともと知っているという方はいらっしゃいますか？ ありがとうございます。ちょっと想像以上にいらっしゃったなと思うんですけど、この名前はロボットオペレーティングシステムというんですが、例えば Linux とか、Windows といったような、まあ、OS の類ではありません。こちらは、オープンソースロボティクスファウンデーションが提供しているロボット制御のソフトの実装用のフレームワークとなっています。これを使うことでそのロボットソフトウェアの問題をうまく解決するといったことを行っていて、まあ、例えばロボットは単純な一つではなくて、その様々な分野の融合で、例えば画像認識ですとか信号処理や AI などがあるため、それらのいろんな分野でのものを融合したものを作る必要があります。またハードウェアの部分でも組み込み機器ですとか、その自社開発のオリジナルなものなどもあるので、そこらへの対応、またその異なる OS やその異なるプログラミング言語といったソフトウェアの多様性に対処するために、その OS の上で、間をつなぐミドルウェアとして動作させるといったことを行っています。このロスのプログラミングモデルはコンポーネントを組み合わせる分散システムというふうになっています。システム全体をその小さなノードと呼ばれる機能モジュールに分割して、それらがデータのやり取りを行うことでシステムを実現しています。このロスの役割なんですが、その単なる実装用のフレームワークとしてだけではなく、開発のためのプラットフォームをさまざま提供しています。ちょっとこれら一つ一つ説明をしていきます。まず大きな役割として、その通信ミドルウェアですね、異なる OS 上で統一的な通信基盤を提供するといったことをやっています。でその通信なんですが、パブサブ、パブリッシュサブスクライブ通信モデルといったものを利用していて、その送信者がどのトピックと呼ばれる、トピックと呼ばれるクラス分けに基づいて、データを送りたいかというのを設定して、受け取り手はそのデータについたトピックを見て、このトピックがついたデータを受け取りたいといったように、通信することによって、通信相手を直接指定しない多対多通信といったことが実現されています。で次の特徴として、開発用のツール群がさまざまなものがあります。例えば、実機で難しい部分を 3D のシミュレーションを行うようなものを提供していたりですとか、先ほどの複雑なノート構成に対するその可視化の部分や、そのデータのプロットなどをうまく見えるようにするといったことをやっています。これによってそのロボットの開発の部分の難しい部分というのが、うまく解決されているため、広く使われているといった要因になっています。で次にロボットのライブラリです。先ほど言った通り、さまざまな分野の、技術が必要になるので、そのいろいろな外部ライブラリーとの容易に連携できるような仕組みというものを作っています。例えば、画像処理のための OpenCV を利用した、ことですとか、ライダーなどの、3D 点描処理などができるようなポイントクラウドライブラリーとの連携、その他例えばマニピュレーターですと座標変換とかが大変になるので、その部分を、簡単にやってくれるようにするためのムーブイットなどを使ってロボットの開発ができるようになっています。で最後にビルドシステムですね。で、ノードごとに分けてやるって言ってたんですけども、そのビルドのための情報をパッケージ単位で管理しています。こちら例えばアプトとかでそのパッケージを持ってくるなどもできますし、そのビルドシステムによってその依存関係、例えばこのパッケージを動かすためにはこのパッケージの部分も必要ですといった部分を、集めてきてくれるなどの依存関係の管理ですとか、そのパッケージ単位でそのネット上に公開したり、公開されているものを再利用したりということが可能となっていて、そのエコシステムの部分が、うまくなっています。
そして、CMake と Python を利用したそのマルチプラットフォームでのビルドシステムを利用していて、その複数のプログラミング言語に対応しています。公式では C++ と Python と Lisp というものに対応していますが、その有志の方による開発で、例えば C とか Java とか Node.js などにも、対応しています。で、次世代版の ROS といったものが今回私が対象としている ROS2 になるんですけども、2017年の12月に最近リリースされたばかりのものになっています。こちらはその例えば複数ロボットですとか小型の組み込みシステムとかリアタイムシステムなど、新たなユースケースへの対応を行うために公開されたもので、大きな変更点の一つとしてはその通信の部分です。それはそのノード間の通信に、OMG が策定した分散システム通信仕様の一つである DDS データディストリビューションサービスというものを使っています。でもこちらは、まあ、簡単に言うと同じ OMG が出していたコルバのパブサブ型のモデルとなっていて、企業によってしっかり、使用が決定されているため、その産業用途でも使えるようにというふうに対応したものです。で、ROS2 では、構成としてはユーザーコード と、ロボットとしての役割であるロスの部分を担うロスクライアントライブラリというの と、DDS とロスをつなぐためのロスミドルウェアという部分に分かれていて、そのロスミドルウェアを介して DDS の API を呼び出しています。で、この ROS2 では DDS の仕様に沿った実装をシステムの目的に応じて一つ選択することが可能です。こちらはその ROS、失礼します、 DDS 実装ごとに専用の ROS ミドルウェア、その中小化レイヤーの部分が必要となりますので、例えば別の DDS が使いたければ、別の ROS ミドルウェアに変えるなどが必要です。この DDS なんですが、先ほど言った通り仕様ですので、その DDS の仕様に合わせてその複数のベンダーが DDS の実装というものを提供しています。 そしてそれらは特徴が異なっていて、例えば小さいパケットサイズで通信できるようなものですとか、多数のスレッドによる高速化が働いているもの、機能を制限して小型化したものなどがあります。現在の ROS2 ではこちらの4つの DDS の実装が利用可能です。で、この DDS の特徴の違いなんですけども、実際に、研究としてベラビスタラなどがその DDS の性能の比較といった研究を行っています。例えば、こちらの研究ではオープンスプライスはその高頻度での送信が可能ですよといった部分や、ボンネクストではスケラビリティが高いですよといった結果が出ています。またその ROS2 の下で DDS を、動かした時の比較評価というのをやっている方もいらっしゃって、オープンスプライスはレイテンシーが小さいですよとか、このネクストでは理想的なスループットになってますよといった結果が出ています。自身でも、予備実験としてその DDS の比較というものを行っていて、単一コンピューター内で、プロセス間通信を行っています。で、ファスト RTPS とオープンスプライスといったやつでは UDP マルチキャストによる、通信を行い、このネクストでは共有メモリーによる通信に対応しているため、それらによるゼロコピーでの通信をやっています。で、比較条件は、256bから 4MB までの、文字列を、再送確認のありなしに分けて通信を行っています。で、まあ、評価としてレイテンシーとスループットを取りました。で、予備実験の結果としては、小さいデータではファスト RTPS という DDS 実装が最も、性能が良くて、大きいデータサイズでは、1メガまではコンネクストによる、共有メモリによる通信で、それ以降ではオープンスプライスが最も優れているといった結果となりました。しかしながら再送確認がない場合には、どのデータでも、ファスト RTPS が最もレイテンシーがいいといった結果となっています。で、スループットについては、同じく評価を行ったところ、まあ、それぞれにあまり差がなかったため今回は割愛します。まあ、すなわちですね、再送確認があるかどうかっていうのと、データサイズがどれくらいかっていうのと、通信相手が、ローカルなのか、リモートなのかといったように、それぞれの条件に応じてどの DDS が最も良いかという部分が、分かれているといったのが、今回の性能評価で、分かったこととなります。で、しかし問題となるのは、それぞれ DDS 実装特徴が異なるんですけども、通信方式としては、どの DDS でも UDP マルチキャストをメインとして使っています。
この UDP マルチキャストでの、データ通信はそのノード全員に対して、マルチキャストでデータを送信するためそのノードを集中管理する必要がないという点や、同期的な通信、非同期的な通信の両方が実現可能になるんですけども、例えばノードの数がどんどん増えてくれば増えてくるなら増えてくるほどノード間の通信性能の部分がシステムの処理に大きく影響を与えるのではないかというふうに考えました。具体的には例えばマルチキャストでずっと送り続けているので、そう、例えば実際に受け取り手がいなくても、自分はこういう情報を送ってますよというふうに、マルチキャストでのデータ送信を続けてしまいます。その他には、先ほど言った通り、共有メモリーなどはなく UDP マルチキャストはそのネットワークによる通信なので、そのローカルでもリモートでも区別なくネットワーク通信をしてしまうといったことで、その冗長的なネットワーク通信の部分が、例えば消費電力とか計算資源などが限られた組み込み機器では与える影響が大きいのではないかというふうに考えました。で、まあ、最初に、対象をドローンにしますよといった点なんですけども、例えばドローンによるネットワーク通信であれば、有線でつなぐことはやはり難しいので Wi-Fi による無線通信が、主となります。なんですけど、この無線通信はその有線よりも10倍以上消費電力が増加してしまうといった結果となっています。これは、例えばラズパイの例ですと、こちらの、グラフとなっていますが、これがかなり大きな影響になるのではないかなというふうに考えています。そこで、提案として、複数の DDS 実装を共存させるといったことができるのではないかというふうに考えました。 DDS 実装の特徴が、それぞれ異なるのに一つしか利用できないといったところでは、通信するトピックごとに最適な DDS 実装を動的に切り替えることで対処しようというふうに考えています。次に、その冗長的なネットワーク通信を利用する、DDS 実装しかないといった部分は、そのローカルホスト内の通信に特化した DDS を実現することで対処できるのではないかというふうに考えました。すなわち、その通信相手の位置に応じて DDS 実装を切り替えようということです。まず通信方式として、ローカルホスト内の通信に特化した DDS 実装を実現して、ロスミドルウェアの部分で、例えば内部との通信にはその実現した内部通信用の、DDS を使って通信を行う、外部との通信には既存の DDS 実装を使ってネットワーク通信をやるといったことで、最適化を図ろうというふうに考えています。で、先にこの DDS の共存の部分について先にお話をさせていただきます。自身が、既に、ロス2における通信特性に応じた DDS 実装の動的選択機構と題して、研究成果を、組み込みシステムの、研究会で発表をしました。通信範囲と送信確認、再送確認とデータサイズといったパラメータによって、どの DDS が良いかという部分を、先ほど言った抽象化レイヤーであるロスミドルウェアに機能を追加することで実現しました。で、まずそのさっき言ったパラメータとの DDS が、最適化といった部分を、そのさっき言った3つのパラメータによって、ノード間の通信特性を、推定して、それぞれに、トピックごとにパラメータを割り当てます。そして、右側にあるそのパラメータと DDS 実装の対応付けを行って、どのパラメータの組み合わせの時にはどの DDS 実装が良いかといった、表を作ることによって、実際に送信時に使い分けをしようといったことを行います。そして、その複数の DDS 実装を使おうということなので、複数の DDS 実装のロードなんですけども、現在のロスの実装では初期化して、そのすぐあとシステムの起動直後に、最初に選択した1つの DDS 実装をロードします。しかし、提案機構ではそのパラメータの値によって、どの DDS 実装が良いかというのを使い分けようとしているので、実際にこのトピックについてデータを送りますよという通信の直前に必要な DDS 実装を、追加ロードしようといったような、実装を行いました。で、実際に送信をするときに、先ほどの対応表と、パラメータの値から、どのトピックの時にはどっちの DDS 実装を使おうといったように、動的に切り替えるといったところを行っています。
そして実験として、予備実験の結果をもとにどの DDS が最適か、どの DDS 実装がどのパラメータの時に最適かといった対応付けから、従来のロス2の実装と比較を行いました。でスループトの部分はあんまり、差がなかったといったことなので、比較条件としてレイテンシーの評価 と、消費メモリ量の増加数、スレッド数の増加 と、初期化にかかる時間の評価を行っています。まずレイテンシーの部分としては、先ほどのパラメータによって、小さいデータの時には、ファースト RTPS を利用するようにで、大きいデータでは、コンネクストでそれより大きいデータでは、オープンスプライスを選択するようにというように実際に使い分けを行うことでレイテンシーが、最適化されたというふうな結果となっています。で消費メモリ量とスレッド数の部分の評価なんですが、その複数の DDS 実装をロードしてしまうためやはりそのメモリ消費量とスレッド数が増加してしまうのでその提案機構によってオーバーヘッドが増えてしまうといった結果となりました。しかしながら、増加した消費メモリ、メモリ消費量とスレッド数の部分については、その1つしか利用していない場合の結果とその単純合算となっているため、その使う DDS の数が増えれば増えるほど増加してしまうというような結果となっています。次に、通信開始までの初期化時間の評価ですね。提案機構の、動的な切り替えによって時間が増加してしまうんですけども、もともとのオープンスプライスの、初期化時間が、他のファスト RTPS と比べても非常に大きくなってしまうため、その提案機構を入れたことによる、オーバーヘッドよりも、オーバーヘッドを無視できるくらい小さいのではないかなというふうな、結果となっています。でここから話変わりまして、その内部通信に特化した DDS 実装の実現の部分についてお話をします。ローカルホスト内のノード間通信ということなので、まあ、簡単に言うとプロセス間の通信になるかなと考えられます。でプロセス間通信の技術というのは、まあ、共有メモリですとかメッセージキューとか生チップパイプとか、まあ、いろいろもともとあるんですけども、まあ、現在、技術の発展に伴って高機能化した、IPC フレームワークがさまざま登場しているので、まあ、それらを利用した DDS 実装を実現しようというふうに考えています。じゃあどの、IPC フレームワークが良いかといった部分で、まあ、今回は Linux を対象に利用可能な IPC フレームワークをいくつか選んで比較評価を行いました。今回は GNOME などで、デスクトップアプリケーションで使われている DBusというのと、Android で使われている OpenBinder という技術、そして、もう一つが Unix ドメインソケットなんですけども、こちら選んだ理由は、もともと ROS1、ROS2 になる前の ROS で、ソニーさんが、IBO にそれを組み込もうとしているといった、ことを行っていたので、ROS2 でも利用できるのではないかというふうに考えて、今回比較を行いました。でこれらの3つの比較対象をもとに、こちらの3以下の3つの、評価基準で、比較を行います。でこの3つの評価基準ですが、まあ、1つ目は通信性能ですね。先ほど言った通り複数のノード間でいろんなデータ通信を行うので、まあ、なるべくレイテンシーとスループットが優れている必要がある。で2つ目が、メモリフットプリント、組み込み機器などではその搭載される計算資源が限られているので、まあ、なるべくメモリフットプリントが小さいものが望ましいというふうに考えています。で3つ目が最も重要なんですが DDS の、実現可能性です。今回は ROS2 の通信基盤として利用しようとしているためその仕様である DDS が持つ機能を十分に実現できなければなりません。で今回実現しなければいけない機能として選んだのがその DDS で使われているパブサブの通信モデルといった部分と、もともと DDS はその異なるアーキテクチャ間でデータ通信するための、仕組みなので、まあ、シリアライズ、マーシャリングです、ね、の、データ処理が行えるような必要があるかなというふうに考えました。そして、まあ比較実験ですが、まあ、同じように、通信性能の部分では256バイトから4メガバイトまでの文字列を10Hz の頻度で100回送信した際の平均レイテンシーを取ってまた1万回送信した際のスループットの2つを、通信性能の評価としました。
で、メモリフットプリントは、通信性能を比較した際の、256bytes のデータを送信する送信プログラムの、物理消費メモリ量を PS コマンドの RSS という値から取得しました。最後に DDS の使用の実現可能性については、各 IPC フレームワークのドキュメントとソースコードから、分析をして評価を行いました。で、まずレイテンシーの結果ですが、黄色いグラフはもともとのデフォルトで使われているファスト RTPS といった DDS を使った、レイテンシーとなっています。で、こちら見てもらった通り、緑の DBUS のレイテンシーがそのロス2のファスト RTPS と比べても著しく大きくなってしまうといった結果となりました。で、残り2つの、オープンバインダーとユニックスドメインソケットはロス2のファスト RTPS よりも、比較的小さいというふうな結果です。で、この比較的小さかった2つを見比べると、小さいデータではユニックスドメインソケットの方が優れているんですけども、大きくなるにつれてオープンバインダーの方がレイテンシーが優れているといった結果となりました。で、次にスループットの結果です。スループットはオープンバインダーだけ、とても優れているという結果になりましたが、1メガ以降はちょっとスループットが落ちていくといった結果となっています。で、次はメモリフットプリントの部分は、大きく2つに分けられて、 DBUS は著しく大きく、残り2つは、小さいといった結果となっています。で、最後に DDSの使用の実現可能性の評価です。で、パブサブの通信のモデルへの適用の部分は DBUS ではすでにパブサブ通信モデルが実現されていますが、残りの2つは通信モデルが異なります。で、シリアライズの機能は、DBUS とオープンバインダーはすでにシリアライズ機能を持っていますが、 Unix ドメインソケットはその機能を持っていませんといった結果となりました。まあ、まとめるとこんな感じになります。まあ、見た感じとして、まあ、最もオープンバインダーが優れていそうだなということで、今回はそれを採用して、DDS に適用しようと考えています。で、問題となったのはそのパブサブの通信モデルを持ってないよというところなんですけども、オープンバインダーではもともと RPC リモートプロシージャーコールによる通信モデルを行っているので、そこの部分に、うまくパブサブの皮をかぶせるような適用をすることで実現したいなというふうに考えています。まとめとしては、ロス2というのは、ロボット制御ソフトウェアの実装用フレームワークで、その通信基盤に DDS と呼ばれる仕様を利用しています。そして、現在研究としてそのロス2の通信特性に応じたその DDS 実装を動的に切り替える機構というものと、ローカルホスト内のノード間通信に特化した DDS 実装の実現といったことに取り組んでいます。今後の課題としては、複数の DDS 実装を使った時のノードの動的な変化への対応というものが必要であるというふうに考えています。例えば、一つのローカルでの通信であれば、内部通信用の DDS 実装を使えば良いですが、例えば一つのノードが、外部と内部両方に送信したいよというふうになった場合には、内部通信特化のものだとうまく使えないため、そちらから既存の DDS に切り替えるといった DDS 実装の再選択が必要になってしまうといった問題に対処する必要があります。そして、実環境での評価、そして現在実装用のプラットフォーム、そしてドローの開発を行っていて、実際に飛ばした上で最適化によって、消費電力ですとか距離に応じた通信性能の評価を行いたいと考えています。開発しているドローンは、ラズベリーパイに、フライトコントローラーとしてナビオ2というものをくっつけて、その自作で作れるようなドローンをうまく開発して、将来的には評価しようかなと思っています。はい、以上で終わりなんですが、現在ですね、オープンバインダーによる、DDS の開発を行っているんですけども、あんまりそのオープンバインダーを使った事例というものがなくてですね、ちょっと苦戦しているところなので、そういった事例を教えてもらいたいですとか、もっと良い IPC フレームワークがあるよということがあれば、もし教えていただければ幸いです。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。とりあえず拍手かな。
質疑応答いっぱい出そうな感じがするんですけど、どうぞ。どうぞ。すみません、ちょっと単純な聞き逃しなんですけど、3種類の IPC を使われて、ハウさんの実装をしようとしていて、すべてのケースで UDB マルチキャストと同じようにハウさんは実装が容易だったらいい。本来比較評価では単純に、一つのノードからもう一つのノードにデータを送るというののレイテンシーとかを測っていました。わかりました。あとすいません、これも単純に見逃しなんですけど、オープンバイターを使っているのはレイテンシーと、メモリフットポイントやとフットポイントで優れているっていう評価結果に基づいて今オープンバイターを使っている。あ、はい、そうです。はい、ありがとうございます。結構、いや、こういうデータかなり有用なんで、知っておくとありがたいです。ヨクトと同じで、選択肢が複数あるときって結構困るので、はい、素晴らしい結果だと思います。他はどうでしょうか。そっちも手挙げてた。いや、あげて藤田さんがって言おうと思ったら藤田さんがマイクに来て。ありがとうございます。いくつか質問があるんですけど、共有メモリ、RTI コンネクスト共有メモリ使ってると思うんですけど、はい、なんでスループットが出ないのかなっていう純粋な疑問。おそらく本当に共有メモリを使っているのであれば、サイズが大きくなればなるほど顕著にその差が見えるはずで、なんでそれが見えないのかなと。あ本当にシェアメモリを使っているのであれば、これ使ってるんですけど、はい、動かしてみたことあるんですけど、その差が明らかに変わるのではないかと僕は思ってたんですけど、なんかそうではない。そうですね、これは、ロス2のバージョン、ちょっと前のデータになるんですけども、はい、実際に、コネクストは、学術用途として、無料の対象としてライセンスがあるので、はい、それを使って、共有メモリーの結果を取ってみた感じ、こんな感じになったんですけど、もしかしたら僕の実装の方でもしかしたら問題があるのかもしれないので、もう一回ちゃんと検討してください。ラズパイの上でどうですか。これはですね、デスク、デスクトップ。はい、あ、分かりました。で、あとちょっと動的にその DNS の実装を切り替えるところが非常にいいかなと思ったんですけど、はい、ユーザーランドは、変更は必要ですかね。ユーザーコードに手が入るかどうかっていう、ユーザーコードの部分については手を入れる必要はありません。はい、分かりました。で、その最適なパラメーターで、なんかその DNS を切り替えるって話だったと思うんですけど、その最適なパラメーターっていうのはちょっと誰からもらう、その時なんか、なんか自分で計算とかさせるってことですか。パラメータの取得方法。あ、そうです、はい、まあサイズが小さいとかサイズが大きいとか、こういう状況の時はこっち使ってねとかっていう話があると思ったんですけど、その情報は多分ユーザーからもらうのかなと思ったんで、そうです、ね、API があるのかなと思ったんですけど、そうではないです。もちろんこの辺の自動化ができればもちろん良かったんですけど、はい、なかなか難しかったんで、今は、サイズを小さい時はこれを使ってみたいな感じってことです。はい、あと一番最後の方なんですけど、はい、ちょっと今後の問題、いや、すごい興味があるんですけど、一番最後の今後の課題みたいなところで、あ、この1個前、次って言ってます。で、次これなんですけど、はい、この赤同士は通信できるけど、青の人は、その入ってこれないんですかね。そうですね、今の実装では無理ってことですか。はい、もし赤の通信だと、例えばオープンバインダーによるそのバインダーのデバイスドライバーを介した通信だと外側には送れないので、同時に両方に送るのであれば既存の DDS に取り替えて UDP マルチキャストに通信しないと同時には送れなくなっちゃいます。DDS
の実装であれば、どんな実装であっても DBS によるプロトコル通信ができると考えてるんですけど、その点に関して言うと、もう一個前に戻ってもらって、この内部通信用 DDS っていうのは仮 DDS みたいな感じなんですかね、今のところ。そうですね、オープンバインダーを使って、DDS というか、そのロス2のロス2から見た、DDSL の抽象化レイヤーに対応した API をうまく使ったオープンバインダーによる通信の部分が内部通信。つまり普通のロス2の世界には一切入れないってことですよね。そうですね。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、もう質問をしっかりしてもらいます。他にありますか。まあそうなんです。オープンバインダー選択したのか、そういえばこの手があったかと思ったんですけど、こう見つけてきたのは他のこう研究の中で探してて、まあ、IPC だよねこの問題っていうところで探していく中でわーって見て、あ、バインダーあるじゃんって見つけられたのか、他のサービス見て見つけたのかって、この目の付けどこが個人的になと思って、でもどうやって見つけてきたんだろうっていうのがちょっと気になって質問しました、もちろん教員との話の中にもあったんですけど、現在発売されているドローンで BVAP ドローンというのがあるんですね。BVAP ドローンは実は中身は Android で動いているんですよ。なるほどな。っていうところからもしかしたら使えるんじゃないかなって話をさせていただきました。なるほど、面白いチャットなんで、ありがとうございます。他はどうですかね。じゃあ、堀田さん、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。